絵班塾のニュースタジオへようこそ。絵班デラビーでございます。絵班塾は3年目に入りました。おかげさまで140回ぐらいですか、80分間の講義をやらせていただきまして、すべては絵班塾の YouTube チャンネルで、ご覧になれます。プラスマイナスニュートラル、さまざまなトピックについて話をやってまいりました。今からその絵班塾のあり方を、改善しようと思っており、楽しみにしてください。秋から新しいスタイルの絵班塾に展開したいというふうに今思ってます。今までのトピック以上にもっとコンパクトに、もっと皆さんは私とのやり取りができるようなステージを作っていきたいと思っています。それと同時にいろんなゲストをお招きしようと思っております。猫ちゃんははーいと今言ってました。ぜひ新しい絵班塾にご参加していただきたいと思います。しかし絵班塾だけではなくて、実は絵班塾の番外編もありますよね。全く違う環境でこの静けさの中でワークショップ的に一日を一緒に過ごしながら、今までホリスティックサイエンスのフィリップ先生もお招きしたり、最近システマの北川先生もずっと野外で教えていただきました。今から次のスケジュールは10月のアーシンヨガ、これは多分世界初ですかね。アーシングヨガのワークショップが、私たちと共に行われるということ、ぜひ参加してほしいと思います。この素晴らしいボルケーノの、麓でアーシングヨガを野外でまたは室内でやれるようなステージを皆さんのために準備しております。そして11月から冬にわたってですね、10、12、12、特別なリトリートタイムの、セミナーを企画しております。ぜひホームページで拝見して、参加してください。猫ちゃんはワンワン言ってる、これはいいのだということでしょうね。